12年の育成を経て、台湾発の創生種のインドナツメ、タイノー13号、シャーリーが今年量産に入りました。シャーリーは収穫時期が他のインドナツメより早いため、旧正月前の果物市場に参入することができ、輸送と保存に耐えられることから、海外への輸出が期待されています。インドナツメは台湾で年間売上高が台湾元21億元に達している冬の旬の果物です。旧正月前になりますと、需要量の増加により価格が高騰するため、インドナツメの果樹園はよく泥棒被害を受けています。近年、インドナツメの主要産地、高雄市では、インドナツメの収穫期になりますと、警察官は果樹園の周辺の巡回を強化します。市場の需要を満たし、農家の収益を上げるため、行政院農業委員会農業試験所が2006年から新品種の開発に取り組み、2019年に開発に成功し、今はすでに市場に出回っています。農業試験所の林学士所長は、シャーリーは栽培しやすく、トゲが少ないため、農家にとっては刺されることが少なくなった。また表面には茶色の斑点などもなく非常に見栄えがいいと絶賛しました。シャーリーは小さな青リンゴのような可愛らしい見た目をしています。皮が薄く果肉がきめ細やかでジューシー、糖度と酸度の比率は35、味がさっぱりしているのが特徴です。収穫時期が他のインドナツメより早く、品質も良いため、高級品のシャーリーの競り売り価格は1キロ台湾元300元を超え、従来のインドナツメの5倍から6倍です。農業試験所の予測によりますと、シャーリーは今後3年から5年の間に市場占有率が 5% に上がります。